はいそれでは本日は2級建築施工管理技地の学科試験平成29年後期問54番屋根工事について解説していきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますのでそちらからもご覧ください金属製切板葺き屋根工事に関する技術として最も適当なものはどれか1毛束包みの継手位置は端部用タイトフレームの近くに設けるえこちらの問題は正解ですま,まずですねこちらの問題一体何を言ってるのかというとこの金属製 えー、き屋根工事といいうものを理解しなけければいけませんこの石板武器屋根工事というものは何かというと、まあ、薄い、薄い、えー、この後半を折り曲げて体力を高めた屋根のことを、この、えー、金属製の石板武器屋根工事と言います。なので、この青色の部分が、えー、この後半の、後半の、まあ、えー、体力のあるものになるということですね。そして、その下にですね、まあ、力骨みたいな、このタイトフレームというものがあります。そして、その下に、えー、受け材があるということですね。 そしてこのタイトフレームと、この接板を、え、こう、バンと、打つために、ま、固定するためのボルトが、固定ボルトがあるという流れになります。そして一番の部分に関しては、かなりちょっとマニアックというか、細かい部分になります。この、え、板があるんですが、この、端部ですね。端部というか、この、ケラバの部分、一番端っこの部分のことを今回言っております。この、ケラバというものは、え、この、端部この、え、なんて言えばいいんですかね、屋根の、え、短辺方向のことを、ケラバ。そして長辺方向のことを、え、の 軒先と、えー、言ったりするんですが、こっちの短編方向のケラバの、えー、収まりのことを今回言っております。このケラバの,のところはですね、一番端っこの部分、この折半の一番端っこの部分を、まあ、この青色、ここ、この赤色で書かれたもの、ここ、折、え、半、ー、すみません、ケラバ包みということになっております。ケラバ包みと言われるのが、この一番端っこの部分になります。そして、えー、この端っこの部分の下、ここですね、普通だったらタイトフレームと呼ばれる場所の一番端っこの部分は、 ン部用タイトフレームと言われる名前になります。なので一番端っこだけ、まあ、名前が変わりますよというのを覚えていただければと思います。この折半がキラブズ包み、そしてこっちのタイトフレームが折半用タイトフレーム、まあ、キラバ用タイトフレームとい,うものという名前に変化するというのを覚えていただければと思います。でですね、今回の一番の問題なんですが、この一番端っこの問題を言っております。そして今回、キラバ包みの次手位置。 このキャラバ包みというのはこの赤色の部分の継手位置。これも永遠に続いていくわけではないので、途中で継ぎ足しをこうし,していかなければいけないということですね、どんどん。なので、この継ぎ足しの位置が継手の位置ということになります。この継手の位置に関しては、タンブ用タイトフレームの近くに設けると書いてあるんですけども、このようなですね、タンブ用のタイトフレームも、この一個一個の母材がですね、この鉄骨の母材がどんどんこう、こう、こう、こうとどんどん連なっていくんですが、その上にしかこの 端部用のタイトフレームというのは設けられません、まあ、タイトフレームも同じなんですけども、このタイトフレームとか、端部用のえー、タイトフレームの近くで、えー、継手を行ってくださいねというのが、この一番の問題になります。えー、こちらはですね、毛、え、束、ー、包みの継手位置はタイトフレームなどの下地が必要なため、まあ、下地がそ,そもそも必要になりますね。このタイトフレームなどの下地が必要なため、継手位置はタイト用のタイトフレーム、ここが、ここがですね、えー、ここが、 できるだけ近くになるように設けなければいけないというのが施工の規定としてなされております。1番に関してはこちらのことを言っておりますので、正解になります。それでは2番。雨押さえは壁部との取り,合い取り合い部分の浸水を防ぐために設ける。えこちらの問題は正解です。この雨押さえという言葉が出てくるんですが、こちらはですね、浸水を防ぐためのえ材料のことを雨押さえと言います。 まずこの雨押さえが必要になる部分なんですけども基本的には屋根というのは一番えてっぺんにあるわけではありません途中で、まあ、屋根があってそこから上壁になっていくというパターンもありますなのでそのような時のためにですね屋根が一番上ではない時屋根が途中であってさらに壁が上に出てくるよという場面にえこのような雨押さえは使われますこの雨押さえなんですけどもこの水がですねこう中に入っていかないように壁と屋根のし この間の浸水を雨押さえに関しては水上部分ここが水が上ですね水下がこう流れていくという形になっておりますこの屋根の水上部分と壁ここですね壁との取り合い部分にこの両押さえとして浸水を防止するためにこの雨押さえが使われ,使われるという流れになります今回の問題に関してはこの雨押さえというのは 壁との取り合い部分の申請をしているために設けると書いてあるのでこの2番に関しては正解になりますそれでは3番タイトフレームと下地材の接合はスポット溶接とするこちらの問題は不正解ですえ結論から言うと、えー、こちらの問題はですねこのスポット溶接とするのではなくす、えー、み肉溶接とするのが正解になりますまずですねこちらの問題タイトフレームと下地の下、えー、地材との接合なんですが下地材というのは鉄骨のことを言っております そしてタイトフレームというのはこの部分ですね。力骨というか、まあ、この骨の核となる存在になります。まあ、これをどう取り付けていくのかという問題になるんですが、スポット溶接と書いてあるんですけども、まあ、結果から言うとこちらはですね、ここを溶接していくというのが結論になります。でですね、この溶接部分に関しては、これ、上から見た図ですね。こう、これ断面こう切って、こう溶接し,してますよと書いてあるんですけども、これを上から見た図面がこれ。上から見た図面がこれなんですが、ここ。 ちょっと分かりづらいんですけども、この頂点がここ、こ,ここ、ここの頂点がここ。で、斜めの部分、こう斜めになっている部分、この斜めになっている部分がこのここ。ここが斜めになっている部分ですね。そして、えー、この底辺がここという形ですね、ここ。この真っ白の部分が、ここでいう底辺、ここになるということですね。まあ、これを今、こう、断面から見たものをこう上から見た。 図面がここれとということですね。で溶接一体どこをしているのかというとここからちょっと離したこの斜めのとこからちょっと離したところで溶接をしているということになりますちょっとこれ映画ごめんなさいちょっと違うんですけどもちょっと溶接してまだこっちからもちょっと溶接するとこれが溶接部分になるということですねなので、まあ、このように溶接していきますよというのを覚えていただければと思います、まあ、スポット溶接とはまた別の溶接にありますのでこのような澄み肉溶接を行うことが今回の問題になります3番に関しては不正解です すみません。これ、答え2番と書いてあるんですけども、答え3番ですね。申し訳ないです。それでは4番。変形防止剤は、ケラバ部分の切板の変形を防ぐために設ける。えこちらの問題は正解ですえ。この変形防止剤というものは何かというと、切板吹き屋根のケラバ部分、このような切板吹き屋根ですね。これです。この切板吹き屋根のケラバ部分、ケラバ、またここの部分出てきました。ここです。このケラバ部分,部分に荷重がかかったとき、 に体力を保持するために持ち用いられる部材のことを変形防止剤と言われるものになります。まあ、この l 型の金物のことを言います。なのでですね。このここのキラバの部分からこう。l 型に l 型にというか、このようにズカッとこう差し込んでいって、このケラバの変形を防止するために補強材としてこう間隔を空け,空けながら変形防止剤を用いていくというのが、この変形防止剤の役割になります。なので、このような適度な間隔のピッチで。 変形防止剤というのをどん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 こう用いていくというのが今回の問題になります。なんでこの変形防止剤に関しては、キラバ部分、端部ですね。端部の切板の変形、ここのぐにゃぐにゃにならないために、それを防ぐための補強剤として使われるのがこの変形防止剤になりますので、こちらも覚えていただければと思います。2番に関して、えー、4番に関しては正解です。以上のことから今回は3番が間違えているので、3番答えとなります。